こんにちは、まことです。おはようございます。まあまあな朝です。またまた帰省していまして、今日は友達の結婚式なので、その準備をしていきたいと思います。実家がもう寒すぎてずっと布団から出れなくて、気づいたらこんな時間になってしまっていて、ゆっくりメイクを撮る時間がないので、ちょっとメイクはパフォーバッと今からしていくので、久しぶりに大学の頃からずっと仲いい友達たちにも会うので、 Vlog みたいな感じで撮れたらいいなと思います。では早速メイクからやっていきます。眠い。結婚式の Get Ready With Me はちょっと前にも動画を出してるので、そっちを見てもらえればなと思っています。では早速下地。下地はこの母のスックを昨日こっそり使ってみたら調子が良かったので、今日もこれを使います。結構マジで時間がなくてやばい。髪は久しぶりに美容室にセット行こうかなと思っているので、結婚式はお昼からなんですけど、美容室の予約が朝一なので、私は早めに美容出ます。コンシーラーは、あれは結婚式なんですけど、メイクは今回はほぼいつもと一緒のメイクで、気持ちちょっと濃いめに見せるかなぐらいでいきます。ファンデはバイヤーのツヤの方を今日は使います。私の実家から福岡の都会は1時間ぐらいかかるので、みんなよりも絶対一人だけ早い行動をねすることになると思うんですけど、高速バスで今日は行く予定です。ちょっとメイクはザラッとしてメイク道具持っていくので、ヘアセットとか終わったらちょっと付け足したりしようかなと思います。ベースだけ、マジで寝型が取れないんだけど、眉毛はシンス、まつりはジージバーバとお留守番、今日は一日お留守番してもらって、産後初めて一人で結婚式に行く日なんですけど、再来週も結婚式があってまた帰省するので、そうまた動画撮ろうかちょっと迷っているんですけど、結婚式ラッシュすぎて。マーズのお粉を、これを使い始めて最近は定着してきたので、必ず目元にのせてます。スックのアイシャドウで、このたまに使ってるアニベンのアイライナーを、まあ、目頭かに引きます。目がうるうる大きくなった気がするので、アイラインを引きます。今日の結婚式の友達は福岡でよく遊んでる友達なんですけど、なんだかんだもうみんな福岡にいなくなってきて、いろんなとこに住んでてバラバラなので、こうやって結婚式の時にみんなが集まれることがすごい嬉しいので、今日は楽しみたいと思います。嬉しい、本当に久々にみんなに会うかな、まあ、私の結婚式ぶりとかにみんなに会うのかな、来てもらった時ぶりに。マスカラどうしようかな。最近このね、ずっとフィンスのブラウンを使ってたら、黒を使うとあれみたいなぐらいブラウンが定着してきたので、今日もブラウンにしよう。マスカラはいつもより重ねて塗りました。でチーク、美容室が朝一なのでだいぶ終わるの早いかな。その後は友達と合流してカフェとかちょっと行って、その後会場に向かいます。今日の予定はこんな感じで、最後はおなじみのスリー。
フリップはスクの旧赤の方を使います。テラコッタの方なくしちゃったんだよ。スクの結婚式メイクリアル14分ぐらいで終わった。で今から着替えて急いで美容室に行ってきます。ミシリーこと、ミチコです。そうです、すごい忘れがちです。あれよ、あなたは、その時役になるぞ。はじめまして、お待たせいただきました。皆様、ありがとうございます。の、大人せーの、東京に戻ってきました。ダンボールに乗ってる。不在の間に荷物がたくさん届いているのでアンボクシングをしたいと思います。じゃあまずシールームに、シールームのライブ配信に出させてもらっていて、その時にはいつも気に入ったものをリアルバイさせてもらってるんですけど、今回はあ、そう、これが可愛かったの。ヘアゴム、じゃん、可愛くない？これこうやってつけるのよ、見える？この服には微妙かもしれませんが、可愛いなと思って購入しました。そしてもう一つはこのね、絶対使えるリブのトップス。これはもう家の中でもそのままパッと外行く時でも絶対に着ると思って買いました。次はお洋服から行こうか。じゃん、これいっちゃおう。これはカベサロスを待ち焦がれていたアウターが届きました。嬉しい。やばい、2個もライブ前からオーダーしていた。じゃあまたネイビーだ。お布団アウターです。可愛いんだよね。で、今年の冬はめちゃくちゃ寒いらしいので、これが最強にあったかいと。これはもう完売しちゃったのかな。なんかカベサは最近すぐにね、人気のやつは完売するので。かわいいね、これ絶対あったかくない？見て、この横から見た時のシルエットもめっちゃかわいくない？来週？再来週？箱根行くからさ、その時もこれ着てこうね。どう？似合う？こんな感じです。そして大好きなケントブルゾンのカーキも着ました。上の黒を去年から持ってて、もうめちゃくちゃ、もうほぼ毎日今も着てるので、色違いも欲しいということで、こちらも出しました。かわいいね、これもね。いいね。次は、これはギフトです。ギフトをいただきました。嬉しい。クリスマスプレゼントをお送りさせてくださいということで、ボディショップさんからギフトをいただきました。嬉しいね。なんだろう、あの前に YouTube のタイアップさせてもらったので、そっからずっと愛用してる。わ、嬉しい。ボディクリームとボディソープが届きました。ありがとうございますね。で、もう一個、次はこちらもギフトです。マフィトさんから、あ、ディフューザーだ。ディフューザーが届きました。嬉しい。ちょうどお家のディフューザーが切れてたので、あ、めっちゃいい、かわいい、使おうと思います。ありがとうございます。最後は Amazon、
じゃじゃじゃん。スマホの三脚です。私ずっと三脚をね、背が低いやつしか持ってなかったので、こうやって今 YouTube をさ、しっかり撮るようになって、絶対必要やなと思って買いました。お昼ご飯の準備でもしますかね。これつけ。お昼ご飯の準備をします。祭りはハヤシライスの冷凍ストックがあるので、これで私のパスタを作ります。わ、なんか多い。できました。納豆パスタ。もう食べ終わりそうだけど、トマトとかぼちゃの煮物と、はい、ハヤシライスです。どうですか？みくん？おいしい？はい。いいね。はい、そして私は納豆パスタです。なんか大盛り食べれるかな。めちゃくちゃ簡単だし、これに大葉を乗せればもっと美味しそうに見えるんだけど、めちゃくちゃ美味しいんだけどな、なんかちょっと映えない。はい。はい、いただきます。いただきます。うん。はい。食べたいの。髪切る人、頑張れる？寂しいなぁ、生まれたての髪の毛がなくなっちゃうのは。でももっと可愛くなろうね。ファーストカット大事な日です。頑張れ。切れる？ファーストカット、ファーストカット、ファーストカット。ではお願いします。あー寂しい。ちょっともう一回最後に触っておきます。いや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 、なんかこのさ、キュンみたいな。確かに俺を、はい、お願いします。うん、お部屋任せてください。お酒を見せない。確かに。なるほど。わー、切ってる切ってる切ってる。はい、切ってます。あ、ちょっと待って、ほら YouTube に集中させて。しくん、YouTube に撮って。あ、いいと思う。これ、チームプレイだから。すいません、チームプレイだから。 YouTube に集中。確かに、ママは静かに。いいじゃない。これで目に入る不安はないですよ。はい、ありがとうございます。完成しました。どう？めちゃくちゃ男の子やない？この子だね。男の子になった。かっこいいじゃん。ありがとうございました。ほっとしてる。バイバーイ。ほっとしてる。